冥界。そこは光なき嘆きの世界だが、今この暗黒の世界に一条の光明が差し込もうとしていた。カノンが託したジェミニのクロスが飛来し、ついに全てのゴールドクロスが嘆きの壁の前に集結した。そしてかつて戦いの中で散っていったゴールドセイントまでもがアテナを救い、地上を救うためによみがえったのだった。アイオルスが矢をつがえた。せいや瞬、お前たちはここから去れ。ここにいるゴールドセイント全員のコスモをあのアイオロスの矢に込めて放つ。それは太陽の力を作り出し、必ずや嘆きの壁を破壊するだろう。しかしその時には破壊の余波でわしたちの姿もここにはあるまい。でもロンシー、お前たちにはアテナのクロスをお渡しする使命がある。神以外は行けぬはずのエリシオンに行けるのは、神の血を受けたクロスを身につけたお前たちのみ。そして神話の時代から気の遠くなるほど繰り返されてきたハーデスとの戦いに、今こそ終止符を打つのだ。さあ、分かったら早くこの場を去れ。わかりました。俺たちは必ずエリシオンに行きます。さらば熱き血潮の戦士たち、さらば黄金のセイントたちよ。待て、貴様は冥界三巨頭のミーノス。お前たち嘆きの壁をどうするつもりだ。そこをどけ。誰がどくか。ここから先は一歩も通さない。僕がやらなきゃいけないんだ。バカめ、ブロンズセイントなど相手になるか。はいと聞いてください。ここから先へ行けばあなただって頼むが止まないよ。それで脅しているつもりか。このミーノスも甘く見られたものだ。先ほどまでハーデスと出会った俺に傷をつけるのは忍びない。そこまで死んで殺してやるから、おとなしくやめなさい。この程度の実力でこのミーノスと張り合おうなど、そこまでも愚かさ万死に値するぞ。足止めするのが精一杯だ。だけどここを通すわけにはいかない。壁から感じるこのコスモをまだいい加減にそこへ置け。パーフェクトウィナー。スペクターといえど誰も傷つけたくないんだ。本当の力を出してしまった。行くぞ。地上の愛と正義のために命と魂の全てを注ぎ込んで、今こそ燃えろ黄金のコスモよ。この暗黒の世界に一条の光明を。嘆きの壁が大きく口を開けている。これは超次元。聖夜瞬、ゴールドセイントたちは言ったのか。ああ、言った。俺たち愛と正義と全てのものを託してな。ゴールドセイントたちが命を懸けて開けてくれたこの突破口、決して無駄にはできない。行くぞ聖夜、あの光を見て。あの光の方角がエリシオンなのか。あそこにハーデスの魂を追っていった沙織さんがいる。そしてこのアテナのクロスを待っている。一か八か飛ぼう。行かせぬ。貴様らウジ虫などエリシオンへ行かせてたまるか。ミーノス、スリュー、ヒョウガ、ミーノスに構わずお前も飛べ。ダメだ。二人とも飛んだら間違いなく狙い撃ちにされる。みんなが安全圏に行くまで俺たちのどちらかが体を張って食い止めるほかあるまい。体を張って食い止めるだと。これ以上邪魔するとあれば先に片付けるまでよ。スペクターなどやめて人形芝居でもやればどうだ。行かせぬ。貴様のようなウジ虫を行かせてたまるか。はいとほっとけよ。聖夜たちがエリシオンに着くまでおとなしくしていてもらおうか。その中だ。行くぞ。俺はお前を倒して必ずエリシオンへ行く。このだけの闘気をぶつけてものともしないとは。そこまで冥界三巨頭と歌われるだけある。まだわからんのか。君の闘気などこのミーノスがどうよ。どうやら聖夜たちは彼方まで遠ざかったようだ。ダイヤモンド脱走。もうエリシオンに行かせてもらうぜ。この程度まさか。エリシオンに行く時間を稼ぐためわざと私の攻撃を受けていたというのか。その程度ですか。諦めなさい。止められるか。ダークオムラスのフォーク。オーロラサンダーアタック。凍りつく。ウィナー。戦いは格ではなくコスモで決まるのだ。同票がいくら集まってもセイントには無力。よし、今だ。ミーノス。言ったはずだ。貴様らにエリシオンへなど行かせんと。何？なぜ私のサープリスだけが。なんとミーノスが跡形もなく消し飛んだ。やはりこの空間は神以外のものを拒むのか。俺たちもアテナの血を受けた。このクロスがなければ危ういところだった。さあ、ヒョウガ、先に行った聖夜と瞬を追おう。ああ、そうだな。いざエリシオンへ。